4月から始まる、近畿キッズ堂本光一、44、主演のミュージカル、エンド、デス・ショック・エターナル、帝国劇場の売れ行きが心配されている。一部報道で女優の佐藤めぐみ、38、との熱愛が発覚。二人は、同ミュージカル、2009年、10年で共演したことがきっかけで知り合い、約10年間にわたって交際しているという。双方の事務所も否定することなく、暗に交際を認める形となった。この二人の関係はかねてよりファンの間で語られることも多かった。ある芸能関係者は、ジャニーズ内ではファンの動揺も心配されていましたが、交際報道にショックを受けるファンよりも、むしろ年相応のカップルとか、年齢も年齢なので良いのでは?という好意的な見方をするファンの方が多かった。ここでほっと一安心、と思いきや、ここに来て無視できない動きがあるという。多くのファンは、交際に好意的なんですが、このタイミングで報道されたということは、結婚もあるのではと疑われてきているのです。そのため一部の熱烈なファンが不利し、めている、応援をやめること。熱烈なファンというのは、劇場のチケットを何日間も一人で購入する、リピーターでもあるので、チケットの売れ行きにも影響が出る、んじゃないかと言われています。同、エンドレス、は2ヶ月間の長丁場だが、どこまで影響があるのだろうか。